新たなスクワットジャマ、いよいよスタート。ガンディールオンライン2第1話の反応集&感想どうぞ。開幕いきなりバレットラインの嵐。開幕0秒で銃撃戦始まってんの熱い。久しぶりのレンちゃん、いきなり叫んでる。開幕から死にそうですが、弾道予測と絶叫からスタート。遮蔽物がないところもお出ししててくさ。当たらなければどうということはない。初っ端から神崎エルザの挿入歌じゃん。来たね花火か。今期 VRMMO アニメ2作品出てる日笠さん。一期の頃は FPS 流行ったけど今はヒーローシューターが全盛の印象。やっべえ懐かしすぎる。最強チームが組んだらそりゃたチームから集中攻撃受けますよねってことか。全員で組む話になってたっけ。レンちゃんはおとりなんだろうか。始まって1分で後悔しとる。もうサードスクワットジャム始まってんの。クスノキと森の絶叫はガンにも効くようになる。タイトルの出方が進化してる。 SAO シリーズ特有のクソダサタイトルフォントさん、お久しぶりです。じゃあ2期あるアニメは3期ありますか。ネトゲ廃人の朝は遅い。リアルレンちゃんかわいい。そういやレンちゃんってリアルだと大人だったな。幸せそうな顔してるな。怠惰生活をしているな。寝てる時も三つ編みしてるの。相変わらずいい部屋に住んでますな。小昼今切ってすげえ領事だよな。殺害予告来た。お前を殺す。ででん。脅迫メールかな。何をちぎる。意味深。エルザさんかわいい。帽子もかわいい。神崎エルザとしてのピトさん貴重。何をちぎるは怖すぎる。現実でもクレイジーすぎるよ。運転中に運転手殴るな。本当にマジでエルザの下僕だったんやな帽子くん。蛇行運転すぎる。危険運転やめろ。すっごく久しぶり。メタ発言。そりゃ6年ぶりの2期ですから久しぶりですよね。現実世界との身長差逆転いいよね。日笠さんの声幅がすげえ。あ、ヒロインがしていい顔じゃねえ。確かにピトさんとは戦いたくないな。戦う理由がないなら理由を作ればいいのさ。一緒のチーム、意味深。戦いたくないなら仲間になればいい理論。こいつら組んだら悪魔すぎる。一緒のチームになったのこういう経緯なのね。相変わらずレンちゃんかわいい。ピト封印って G5 内では相当嫌われとるやろ。組んで大丈夫なのか。アマゾネスとの対決の約束。いたなあこんな奴ら。6年で名前が売れたアマゾネスたち。あのアマゾネス、このキララ作画の幼女高校生。このアニメ、リアルとアバターが真逆すぎる。密告したのか深次郎。深はすでにピトと組んでいる。あのおしゃべりメガネめ。表情豊かでわろた。更衣室来た。よし、少女着替え。続々と着替え中の女子が生えてくる。いつも着替えシーンだなこの子たち。更衣室なのに全然脱いでねえじゃねえかよ。ええ、こんなロリたちがゲーム内だとゴリマッチョなんだよな。俺たちの戦いはこれからだ。初回から終わらせるな。打ち切りマンバみたいなセリフ言わないで。モンゴリアンデスワーム。マシンガン大好きな野郎どもだ。全日本マシンガンラバーズも懐かしいな。アマゾネス少女やマシンガン卿がやる気だ。アンリミテッドマシンガンワークス。オープンボルト、オープンボルト、ワーストワン、ワーストワン。マシンガンの神様のご加護がありますように。イカれたメンバーを紹介するぜ。ゴリラ率いるアマゾネス。チビすぎて当たらない。ピンクのチビチーム。チビチームだの、イカれだの。イカれ女、その通りである。ひどいチームしかいなくてくさ。すごい呼び出してくれてるじゃないか。おなじみのチームが集まるね。勝つためならジョブチェンジも辞さない。思ったより狙撃が有効なので狙撃士に変わりたい。芋砂に転向します。ちゃんと相談するのは重要。相変わらず声優が豪華で草。お、人を撃つ快感に目覚めたやべえ女だ。スナイパーさん、人を撃つの楽しくなっちゃったか。ピトを害獣認定したシャーリー。ピトさんにめちゃくちゃにされた人が多いな。多すぎるな。出たわねボーイッシュ変態。ミカコシの声がするイケメン。懐かしいキャラたちがめちゃめちゃ出てくるな。
どこのチームも女性が強い。このゲームやってる女性って気も座ってるの多いよな。入浴シーン来た。リアルフカジローへ。黙黙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 黙。またお風呂で浮いてるフカちゃん。視聴者サービスいいぞ。みゆちゃんまたサービスカット担当やってる。こいついつも風呂入ってんな。毎度電話するときお風呂入ってるな。テレビのスピーカーがでかすぎる。演歌みたいなアイキャッチ入るじゃん。アイキア専用画像あるんだ。今回はアイキャッチが書き下ろしなのか。アイキャッチにイラスト入れていくスタイルですか。1話から早速前作キャラ出し惜しみなしで出てくるな。 TS 界隈用語。前回王者ブーイング怒っててくさ。漁夫のりしたせいでブーイングされてる。自転車使って不意打ち優勝したので評判が悪い。根幹客にバナナマン日村みたいなのおらんかったか。ギャラリーのノリが良すぎる。機関銃野郎だの最低野郎だの。みんな大好き機関銃野郎ども。マシンガンラバーズ生き残ってんの奇跡だろ。チンピラにしか見えない集団が多い問題。さすがに3回目となると天下一武道会館ある。背中の傷は剣士の恥。背中から撃たれた八代ばわりはひで。みんな気と封印起点で語るのやめたげて。もうみんな前期の因縁はすごい連中ばっかり。やる気だるだるなシャーリーのチーム。起源団とかですか。いつの間にかリーダー格になってる女。人でも害獣なら駆逐するって方向になっちゃったのか。シャーリーはシャーリーでヤバそうだな。本当にピトに狂わされている。ピトにやられた者たちの逆襲劇が始まるのか。このゲームプレイヤーの心すさんでゆくのでは。 TS 批判まだされててくさ。みんな大好きじゃない前回優勝者。視聴者お前のじゃねえ。せめて俺のじゃなく俺たちのって言えよな。こいつらが TS か。軽装備できてた。ブーイングされるの分かってたから素顔できたのか。6人で固まってたらバレるだろ。任天堂 DS ソフト。そんな不用意に開いて大丈夫か。メッセージカードの内容気になる。一体何のメッセージだったのか。チーム力に長けたゴリラ率いるアマゾネス集団。アマゾネス人気あるね。なんでいちいちプロレスみたいな登場なんだ。アバターにメインキャラを重ねるのはなかなか面白い演出。相変わらず中身に対してアバターがごついな。中身と外見が違いすぎる。いつ見てもリアルとのギャップがすごい。見た目ゴリラだけどプレイヤー全員めちゃめちゃ可愛いというのええな。アマゾネスだが中の人は育ちがいいからね。対戦車ライフルを片手で。前回対戦車ライフルを人に向けてぶっ放したアマゾネス。対戦車ライフル怪物ライフルでは。対戦車ライフルを人に向けて撃つなよ静音。撃てるルールにしてる運営に文句言えよ。ブレイクあったわけ。こうしてちゃんと振り返られる内容なのありがたい。レンちゃんと深次郎来た。お待たせ、いつもの遅刻ギリギリ。なんで今回もギリギリなんだよ。かわいいコンビ。こいつらぬるいな。最重要マークチームがコントやってるの緊張感なさすぎてくさ。レンチョン表情豊かで可愛いわね。 ALO で遊んでて遅刻ギリギリ。直前まで ALO してたのか。まさかとは思うけど黒の剣士とデュエルとかしてないよな。アイスティー意味深。アイスティーで別のものに反応しちまった。キキキキキター。オタクどもが歓喜。大人気すぎるの笑う。そりゃこの暑苦しい中では人気出るよな。バナナマン日村みたいな髪型のモブちょっと面白い。匂いでレンちゃんたちが来たのを感じ取る変態がいたぞ。殺すのがファンサービスのエルザ。有名プレイヤーにしばかれるのはご褒美だけどこのゲームはゲーム内不利益があるからな。スロット止まらんのかい。リアルでは身長差逆転するライバルいいよね。絶対すんなりとした対戦にならないんだろうな。変身バンク的なものきた。英知な変身バンクじゃなかった。この上なく健全な変身バンクで笑う。変身バンクってよりコマンドのでええんだろこれ。ゲームだけど一つ一つ装備していく感じいいよね。劇版めちゃくちゃかっこよすぎない。だいたい優勝決定戦になると接近戦になるけど今回は大丈夫か。
最初からクライマックスだぜ。鼻から全力のピトさん。ピトさんが味方いるの頼もしすぎるな。久しぶり、このアニメが。2ヶ月以上ぶり、6年ぶり。みんなブランク空きすぎだろ。ブランクあるのはハンデだな。本当に久しぶりというのは視聴者も一緒である。むくれてるレンちゃんかわいすぎ。ツッコミ入れるレンちゃんの叫び声からしか得られない栄養素がある。グレネードきた。プラズマ弾と僕の研究してる方程式か。2日連続で炸裂弾をプレゼントするアニメが放送されてるの何。多分このグレネードクソ高いやつだよね。さすがピトさん金持ち。 MP が減りそうな踊り。その手のおもちゃに見えた。天下に狂気乱舞する図と紹介するがよい。ハゲないよ、かわいすぎ。は、跳ねてねえし、ずらだし。半径10メートルを吹っ飛ばす。プラズマグネレードは人に向けて撃っていいんですか。派手に巻き添え戦法をあろた。つまり死にそうになったら自爆テロを起こすと。深いろいろと危険すぎる。深次郎がすごいのは普段 RPG ばかりで FPS やらないのに達人級なところ。戦いの前にエンジンを組んで気合い。お前のものは俺のもの、俺のものは俺のもの。いまいち賛同しづらい掛け声。いいこと言ってるようで割とえぐいこと言ってる。相変わらず言動が狂ってるぜ。ピトさんが相変わらず下道で草。こいつらミナクレイジーでよい。優勝しなかったらどうなる。こいつにエンジン任せたのが間違いだったか。別に命がかかっていなくてもピト封印が暴君であることに変わりはないのだ。こんなやつ相手に家バレしてるのヤバすぎる。エンディングきた。なんだこの英知な美少女。小比類巻カレン、英知すぎるぜ。初回からキャストが多すぎる。一期放送時と比べて売れっ子になったキャストが多いな。カレンの美貌を堪能するエンディング。レンちゃんは髪下ろした方が美人だな。レンちゃんの中の人こんな一位下かったっけ。一期の時と雰囲気違うな。エンディングが別アニメすぎる。なんだこの華やかなエンディングは。すごく大人になったような全然違う雰囲気あってよきやん。リアルレンがひたすら可愛いともりるエンディング。優勝。守りたいこの笑顔。この数年でともりるはカスとして覚醒したから本当にジージー。ワイダイ。次回予告がある。 SAOK 不作品なのにちゃんとした予告があるだと。みんなの掛け合いがコント風で面白い。次回で今回の冒頭につながるのか。怒涛の勢いで始まってあっという間に30分終わってしまった。やっぱ面白いわ。結構忘れてたので親切めな導入会だった。キャラデザは変わってないっぽいのにあっさり気味に感じたな。 FPS でピンクは目立つよな。砂漠だと逆に迷彩色になるとかあるのかもしれないが。デザートピンクって迷彩あるらしくて夕日が沈む砂漠だと視認性下がるんだそうだ。 GGO にシノンとかって出てこないん。なんというかレベルが違いすぎて戦場が違うっぽい。レンちゃんたちはせいぜい中の上で一般プレイヤーで上手い連中で、シノンやキリトや石田は廃人の中の上クラスだから同じ大会に出られない。廃人の上クラスもあるのか。オートエイムしないのが当たり前とか、ジェダイ並みの反応速度で弾丸を叩き落とすとか普通にやる連中だから。2026年7月5日第3回スクワットジャム開催。2026年7月5日アスナ、上白凛子とオーシャンタートルに乗り込む。本編の時間軸だとキリトさんが植物人間になってアンダーワールド攻略してる最中。本気出演数トップのヒカサさん。何期連続でトップなんだよ。さすが社長はちげえぜ。6年ぶりの SAO スピンオフ、10メインで戦う MMO、ガンゲイルオンラインの続編がやっと、やーっと来ました。制作が1期のスタジオサンヘルツからアニメ制作を譲り渡された。前期負けヒロインやニーアオートマタという傑作アニメを生み出した A1 ピクチャーズに変更されています。作画は正直一期より劇的にクオリティが上がった。ってわけではないですが、良くも悪くも安定をキープ。とにもかくにもアクションが多いシリーズなんで、このぐらいの作画を維持してほしいものです。内容としてはほんと久しぶりに始まったせいもあってか、キャラ紹介で1話終わったお手本のような初回でした。
我々視聴者からしても懐かしいキャラが次々に現れて、正直覚えてない人もいるかと思われます。GGO は本ケース AO と違ってゲームで死んでも影響はないから、緊張感という点では劣りますが、その分戦略戦を楽しめますし、一気ではそれを逆手に取った感じでゲームとリアルを混同していたピトフーイ、神崎エルザってキャラが、かなりインパクトを与えた部分もありました。イキリゲーがかなり話題になった記憶。そんなピトフーイに狂わされたキャラも多くて、特にチーム組む提案を断ったために裏切り殺されたシャーリー率いるこのチームの動向に注目したい。一気ではチーム内カーストもそこまで高いわけでもなかったのに、なんかめちゃくちゃリーダーオーラ出してて面白い。こういう復讐に燃える女ってのはこれだけで物語に刺激を与えてくれるから楽しみで仕方ありません。あとアマゾネス軍団との再戦ってそんなに重要だったのかってちょっと驚いてます。いやまあ確かに約束はしたけど、このサードスクワットジャムでは結構メインの戦いになるっぽい。しかし一気見てた時は当然シャンフロなかったからあれだけど、ピトって今見たらめちゃくちゃテンシルゴンと被るな。幸か不幸か今季シャンフロやるから何かと比べられそう。まあテンシルゴンの出番は毎週あるわけじゃないから大丈夫か。ということで始まった GGO 2期、今のとこおなじみのキャラでのバトルロイヤルって感じですが、新キャラとかは出てこないのかな。新たなルールも気になりますが、何かしら3回目ならではの仕掛けを期待したいところです。以上、最後までご視聴ありがとうございました。コメント、いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。